C、多分コロナより高齢者の踏み間違いや拡大自殺、持ちの誤飲の方が重大な気がしますっていう。それが原因で亡くなる人とか、原因起きてから亡くなる率で考えたら、まあ、もちろんそっちの方が多いんでしょうね。まあ、持ちめっちゃ人殺してますからね、毎年毎年。なので、踏み間違いは防げる、なんか横にずらすタイプの、なんとか。あ、ありますね。はい。ペダル後から工事してつけるやつ。はい、あれ、なんで、普及させないんですかね。単にいや、それずっと僕も、そう思ってるんですよ。言ったら、もう、認知能力が下がってる高齢者は、単純に使いづらい車に乗ることが一番、事故を防げるはずなんだと思うんですけど、ダメなのかなっていうのが、なんか、そういう法律があるのか分かんないんですけど。うん、僕、車乗るたびに、ブレーキとアクセル踏み間違えてないかなって、いつもドキドキして踏んでるんですよ。だって、同じような位置にあって踏むだから、絶対俺はアクセルだよ、絶対これはブレーキだって、確信を持てるかって言われると、確信持てないんですよね。持てないですね。だから、毎回、大丈夫かな大丈夫かなって思いながら踏んでるんですけど、あれ、なんで未だに足で操作するのかもよくわかんないですよね。だってみんな、ね、ゲーム機のコントローラー、あんな簡単に操作できるシステムなのに、なんでみんな足使わなきゃいけないんだろうっていうのは。疑問ではありますね、うん、なんかバイクだと右がアクセルでそのブレーキは全然違う構造って、はい、足でブレーキとかなんで、なんかその、はい、構造ブレーキとアクセル変えればいいのにっていうのは僕もそう思うんですけど、ならないですよね。まあ使いづらくすると売れなくなるっていうのが最大のネックになってるってことなんですかね。まあ分かんないですけど、うん、